放送大学の中川です。ここにも書きましたようにシンキングツールの活用に果敢に挑戦し続けた上板橋第四小学校の今の2年間の状況をお知らせくださいました先ほどお話がありましたように特に思考を見える化する場面可視化する場面でこのシンキングツールをどう活用するかということについて実践研究授業研究を重ねてきました。 えとマップだけではなくて、えー、今ご報告がありましたようにホワイトボードという、まあ、白板ですねとタブレット端末この辺もシ、えー、ンキングツールとして、えー、どう活用できるかということを、えー、実践研究してきたわけです。であのなぜ使うのかということについてこの2年間で見えたことをまず子どもたちにとってですけども一つはイメージやアイディアを広げることができると。 発想を広げる考えを広げるそういう場面で非常に有効だなということが分かりました特にその中でもそのマップを書く中で教師と対話をしながら特にこれは低学年について言えるんではないかと思いますけれどもその対話の中でまた言葉化をしていくということそしてもう一つは友達同士見せ合ってそこにまた言葉が出るとですから対教師の場合もあれば対子あの友達の場合もあると。 ただいずれにしてもイメージアイデアを広げるということに活用してきたということがまず1点そしてこの2番目が非常に場面としては多かったと思いますけれども考えをその構造化する場面で使う例えば課題や疑問を整理する自分自己への振り返りに使うというところそれからその構造化したものを元に討論する話し合う話し合いを深めるそういう場面で使っているということ。 そしてさらに特に国語の授業で見られましたが構造化したものを参照しながら例えば作文にする文章化をするということそういったところで使っていくという場面に整理ができましたさらに言いますと教師はじゃあそれらどういうふうに看取るのかということでこのマップをシンキングツールを使っている様子または書かれていること何と何をつないでいるのかどう広げているのかそういうことを 子どもの見取りとして発行することができる。そういうツールであるということが確認できました。これあの成果報告会というかあの公開研究会ですね。2年目の発表ですけども、そのうちの一部ですけども、まあ低学年ですとこうやってカード自体をマップ上で整理をするときには算数のあれ立体物ですかね。そういったものもこのなんでしょうかねマップの上に置いて。 整理分類をするというような場面も見られましたなるほどそういう使い方もあるのかというふうに思いましたそれからこれはイメージマップですけどもまああのいろいろと広げていくとこの2年間では第2層に何を書くのか第3層をどうするのかそういったようなことも授業研究の中では話題になっていました それから先ほどあったタブレットですけどもこれは先ほどあったグループで複数台使うっていうことあるよという話ありましたけども音楽の授業で歌っている様子とそれから楽譜ですねこれを両方に映しながら各グループでで活用している場面ですねそれからこれは座標軸ですけどもタブレットと電子黒板を連動させて動かしやすいという特性をうまく使っていました。 それれから先ほどあったホワイトトボードこれはマトリックスですね4年生ではマトリックスを書いて6年生ではピラミッドチャートなどを描く、まあ、非常にまっさらな中で描くということでここに何をどういうふうにまとめて書いていくのかというようなことについて2年間深めていきましたさらにはこれ体育の授業ですかね教師なんかもこのホワイトボードを使って書いては消えるというような特性をうまく使っていた場面もありました。 えさて、シンキングツールがツールになるためにということで、この2年間一緒にこうやってきて、えー、主にこの3つ大きなところがあるなというふうに思います。1つは発達段階に合わせてやっぱりスキルアップが必要で、つまり何度かこう。何度も何度使っていかないとツールにならないツールが特に道具にならないということですね。それから2つ目は？ バリエーションの拡散と収束これが先ほどのご発表にもありましたように広げていろいろと使うということとそれからあるツールに深めていくということこの2つが必要であるということそれからルールと制限の共有例えばですね色をどう使うのかとかねそういうようなことがあったんじゃないかなというふうに思います。 本校の成果ですが、えー、全員でこう授業研究をやってきたことも,もちろんありますそして先ほどレベル表の開発の話がありましたもちろんレベル表を作ることが目的ではなくてボトムアップをしながら作り上げてきたということが重要です、えー、拡散をし検討しさらに2年目はいくつかに絞りましたそしてまた、えー、検討した結果が先ほどのモデル表なんですねそして最後に一つ申し上げたいのは、えー、特別指定研究としては2年間も終わりました ですが今2年を終えて実はその研究テーマシンキングツールについて細々と続けているんですねまさにここに日常化があり細々と,とと私言いましたけども細々と続けているのがすごく大事だと思うんです。 確かにあの2年間全力疾走してきましたでもいつもいつも全力疾走しているというよりもそこから日常的にどう使えるのかっていうのがまさにこの2年間の研究の成果が私はそこにあるんではないかなというふうに思っていますますますこれからの板橋第4目が離せないなというふうに思っています、えー、以上コメント終わりますどうもありがとうございました